皆さんこんにちは、ケヤキョウです。本日は介護職で働く方が覚えておきたい緊急時の対応マニュアルについてご紹介をしていきます。介護職として避けて通ることはできない緊急時の対応、いざという時の対応、非常に焦りますよね。適切な対応ができるかできないかは、ご自身の頭の中にこんな時はどう対応すべきなのか、そのマニュアルがあるかないかにかかっていると思います。逆にそれさえあれば変な不安も払拭できることが多いと思います。今回は皆さんの勤務中に緊急事態が発生した時に落ち着いて行動ができるよう、基本的な対応方法を解説していきたいと思います。ケヤキョウでは介護職の方にとってお役に立つ情報を毎日配信をしています。よかったらチャンネル登録お願いします。また個別のご相談も受け付けていますので、何かある方は概要欄の LINE までお気軽にお問い合わせください。まず最初に、緊急時に落ち着いて対応するためには、事前に異常が発生した時のことを普段からイメージしていることが重要です。どんなに頭のいい方だったとしても、知らないことを正確に判断をして行動に移すことはできません。現場で緊急時適切に動ける人は、実体験を積んでいる回数と脳内でイメージしている回数が圧倒的に多いと思います。ひたすらイメージトレーニングを積むことで緊急時に適切に動くことができます。続いて、異常が発生した時の心構えについて説明をしていきます。異常が発生した際、まずご自身が落ち着くことが大切です。自分がパニックに陥ってしまえば正常な判断をすることはできません。とは言っても、どうすれば冷静になれるかと疑問に持つ方もいると思います。そんな時は深呼吸が簡単で非常に有効です。呼吸は自律神経と関係をしていて、吸う時に交感神経、吐く時に副交感神経を優位にさせます。よって自分がパニックになりそうな時は、ゆっくりと呼吸を吐いて副交感神経を働かせて、自分自身をリラックスさせることを意識しましょう。異常が発生した際に一番不安であり辛い思いをしているのは当事者の方、つまり利用者様です。ですので、まず利用者様に安心をいただけるようにしましょう。利用者様がパニック状態だと、さらなる緊急事態を招いて二次的な被害が起きる可能性もあります。ご利用者様に笑顔で、大丈夫ですか、私がいるからもう安心ですよと伝えてあげましょう。そして3つ目、異常が発生したら他の職員さんと連携をして対応しましょう。自分だけで対応すると、その緊張感から極端な状況判断をしてしまい、合理的な判断ができなくなってしまうことがあります。また近くに仲間がいる安心感から、冷静な行動ができるようにもなります。極端なケースですが、例えば利用者様の心肺停止を発見した時、他の職員との連携が利用者様の命を救う要になります。ですので、必ず緊急事態は他の職員との連携を意識しましょう。また普段から連携をしやすいような人間関係づくりや緊急時の連絡対応の確認をしておきましょう。続いて、緊急事態に対応する際の基本的な動き方をご説明していきます。緊急時とは言っても様々なケースがあります。ですので、ここではあらゆるケースで共通点の多い、利用者様が事故や体調不良によって救急車で搬送をする、そうした状況を想定してご説明をしていきます。1、ご本人と他の利用者様の安全を確保する。緊急事態が起きた時には、本人と他の利用者様の安全を確保する必要があります。これは二次的な事故被害を防ぐためです。事故に遭った本人を守るのは当然ですが、他の利用者様を放置するわけにはいけません。一人の利用者様に全ての職員が対応して、その隙に他の利用者様が転倒する可能性も十分考えられます。ご本人と他の利用者様、この両方の安全確保を必ず最初に行いましょう。2つ目、発見した職員は基本的にその場を離れず、利用者様のそばにいるようにしましょう。利用者様の容態が急に変化をする可能性もあります。その場で大きな声を出す PHS などの通信手段で他の職員を呼びましょう。しかし、これはあくまでも原則です。離れなければ呼べない時は仕方がありません。離れた際はなるべく早く利用者様の元へ戻るようにしましょう。3つ目は、呼んだ他の職員さんと利用者様の状態を確認して、その後今後の対応を検討しましょう。とは言っても、医療的なことについては介護職にできること、判断できることは限定的なのが現状です。判断が難しければ主治医の方に相談をする。迷った際はすぐに119番通報をした方が無難です。救急車を呼んだけれども大したことがなかったという時と、救急車を呼ばなかったから重篤な事態に陥ったという時、どちらがいいかは明らかです。もし救急車を呼んだ後大したことがなくて、病院の関係者の方などに苦情を言われた際は、利用者様が心配で
動転をしてしまいましたといったような形で返していただくと良いと思います。そして4つ目、救急車を呼んだ後は救急隊に伝える情報を整理しなければいけません。最初に119番通報をした時の電話口では大まかな状況とこちらの住所を伝えるだけです。数分後にこちらに向かっている救急隊から電話があり、その時に利用者様の細かな状況について問い合わせがあります。到着した後に利用者様の ADL などさらに具体的なことを聞かれます。よって救急車が来るまでに利用者様の緊急事態に至るまでの様子、既往歴、現在飲んでいる薬などをまとめておきましょう。看護のファイルなどに記載をされていると思いますので活用もしましょう。また救急車に同乗する際はご自分のスマートフォン、これを持つなど連絡手段の確保も忘れないようにしてください。利用者様のご家族や職場などに頻繁に連絡をする必要があります。緊急時忘れがちですが忘れないよう注意をしましょう。そして5つ目、随時ご家族への連絡も必要です。当然ご利用者様が緊急事態に至るまでの経緯を伝えなければいけないのと、何により入院となった場合はご家族の同意サインが必要です。また救急隊、病院から延命措置について聞かれることがあります。介護サービスを利用する際にあらかじめ延命措置については書面で確認をする事業所さんもあります。それを参考に答えても問題はありませんが、緊急事態になった際はできれば改めてご家族に確認をしましょう。そして続いては緊急事態の状況別でどのように対応したらいいかご案内をしたいと思います。まず最初に症状が軽いとき、これは基本的には様子を観察することになります。しかし油断は大敵、いつ容態が変化するか分かりません。発熱や痛みなど苦痛が伴う場合はクーリングなどの緩和ケアが必要です。その後いつ症状が急変をしても対応できるように準備をしておきましょう。続いて症状が重いとき、ご家族や主治医などあらかじめ定められた連絡先に相談をしましょう。症状を詳しく説明をし、通院の指示など希望があればそれに従って対応することとなります。相談をする際も理由を説明し、こちらとしてはこうしたいと意思を伝えることも重要です。しかし予断を許さない場合は即座に119番通報をしましょう。そしてご利用者さんが事故に遭ったとき、事故にも様々なものがありますが、ここでは転倒転落など怪我をした際をケースにご説明をします。まずは安全を確保して利用者様のボディのチェック、痛みの有無を確認をします。その際は打った箇所を必要以上に動かさないことが大事です。骨折をしていた場合に骨がずれてしまう、頭部を打った場合はより重篤な症状を引き起こしてしまうなどの可能性があるからです。痛みが強くある場合は骨折の疑いがあります。通院もしくは救急車を呼んで対応をしましょう。また事故の際は様子を細かく記録をしておくことも大切です。骨折などの重大な事故については自治体に届け出が必要となるからです。治療費など職場の保険で対応する場合も記録が必要です。事故の経緯、状況、対応を忘れないうちに記録しておきましょう。そして誤飲や誤食、誤嚥の時、利用者様が誤って食事以外のものを飲み込んだり気管に入りむせ込んだりしている場合は、直後に口腔のケア、口内のものを出す、タッピングなどで対応します。タッピングとは手のひらの付け根の部分で肩甲骨と肩甲骨の間あたりを強く叩いて異物を吐き出すように促す方法です。肺部高打法とも言います。呼吸が困難になっている場合は即座に吸引をする必要があります。看護師がいなかったり吸引ができない状況であればすぐに119番通報をしましょう。もし異物を飲み込んだ後ご利用者様が元気な様子であれば主治医に相談をして指示を仰いでください。あるいは排便として出るのを待つケースもあります。そして入浴時の容態の急変、入浴時は血圧の変動などによって心臓の血管系の疾患や脳卒中を引き起こす危険性があります。入浴中の意識障害などを発見したらすぐにお湯から出しましょう。もし難しければお湯を抜くなどの対応をしましょう。すぐに意識が戻ればいいのですが、もし戻らなければ119番通報をする必要があります。呼吸がなければ救急隊が来るまでに AED、心臓マッサージ、人工呼吸などの蘇生措置を行いましょう。最後に災害の発生時の基本的な動き、考え方についてご説明をします。地震などの災害の発生直後は自分自身、この安全を守りながらご利用者様の安全を確保することとなります。状況が落ち着いたら利用者様の安否確認を行いましょう。必要に応じて利用者様を避難誘導します。
特有などの大きな施設ではその施設自体が地域の避難場所になっているケースもあります。訪問介護中に災害が発生をして利用者様の自宅内に危険があった場合は地区で指定をされた避難場所へ移動をしましょう。地震などの災害は対応が長期的になります。よってたとえ休日であっても職場との連絡体制を確保して対応していく必要も出てきます。どの事業所さんにも災害発生時のマニュアルが整備をされているはずです。ですのでこの動画ご覧いただいた方は必ずそのマニュアルを一度確認をしていただいて事前に頭の中でイメージをしておいてください。今回の動画ご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタン、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また介助術に特化をしたサブチャンネルも開始しましたのでご登録お願いいたします。ご相談は LINE まで、概要欄からでもご登録ができます。それではまた次の動画で。さよなら。